いよいよ新しいとこに入るね。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。へえ、湿地帯。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃないか。確かメテオで動いてるって町だよな。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。 なんかすごそう。あ、電話？はい。もしもし。イリス？ノクト！無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たち、ここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。あ、レスタルムな。 待ってるね。イリスか。たく、兄貴に関係ねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。すっごいな。昔の隕石だっけ。ああ、メテオは今も燃え続けている。レスタルムじゃあれを動力源にしてるんだろう。あほー。オートでいうクリスタルのようなものだ。あ、納得だよな。 このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。なんだ、あれ。建物だよ。街だ。着いた。へえ、結構いい眺めじゃねえか。あれ、 暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。暑い街か。暑いもんな。 あいつがカーテスの大皿に行って20年か。希望通りに中のメテオまでは行けたのかね。部活に近づくもんだね。あそこは。たまにここまで乗ってくる人いますよね。あれ、ちょっとかっこいいんだよな。相当慣れてるやつじゃないと、チョコボで長距離行くのはしんどいぜ。
あいつがカーテスの大皿に行って20年か。希望通りに中のメテオまでは行けたのかね。迂闊に近づくもんじゃねえよ、あそこは。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。もしもし。兄さん。ああ、着いたぞ。どこにいる？リュウエイホテルっていうところに。おお、わかった。イースはリュウエイホテルに泊まってるそうだ。美味しいよ。美味しいんだけどさ、ここらの店って何頼んでも甘辛系だよね。私3食これでも全然飽きないけど。私は2日に1回くらいがいいかな。物はいいよ、買ってきな。ものはいいよ、買ってきな。やっぱり活気にあふれてるわね。しかも暑い。やあ兄ちゃん。あたしも当時レギスに締め出し食らった口でね。そうなのか。そんな話もあるとは聞いてたが。障壁で王都の中だけ守った王様、そう思ってる人も世の中にはいんのよ。まあ、あんだけやられちゃかわいそうだとも思うけどさ。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。いや、肩身がもっと狭くなると思うとな。女に生まれたかったよ。
やあ、兄ちゃん。おはようございます。イチネリス工業のマヤです。忙しくてもご飯はしっかり食べましょう。朝の充電大事ですよ。それでは今日も元気に頑張りましょう。よう。屋台がいっぱいだな。ね、見たことないものばっか。いい香りがするな。この辺り特有の香辛料が多いようだ。腹減ってるだろ。何にする？レスタルムといえば辛口料理だな。気に入ったらおかわりもあるからね。僕、大人になったら、イチネリスで働くんだ。時間大丈夫？男は工場じゃ働けないんだよ。でも、強い男こそ働かないもんなんだ。家で家族を守るためにな。そうなの？じゃあ、お父さんも強いな。ねえ、明日も工場でしょ。でも、うちは、時間大丈夫？お母さんの方が強いよね。ここ揺れた。地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。あ、と思ったけど。大丈夫？平気。治った。そうだな。飲んできてもいいぞ。じゃあ後でブラッと店探すか。たく、何回着替えるんだよ。すぐ汗だくになっちゃうんだもん。どうしよう、着替え足りないかも。ホテルで洗っとけよ。干しときゃ乾くだろう。あっつ、やる気が出ないよ。イリス、みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？
お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのかね。なんかあったらどんどん言ってね。ああありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様この町にいらしてたって噂があって。おでもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。いただきます。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あね、私たちも行こう。あ、わかった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。うわあ、このお店なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。ねえ、明日も工場でしょ？時間大丈夫？いいの。たまには羽伸ばさないとやってらんないわ。お待たせ。あんたタフだよね。じゃあ次はね、工場。おう。あれが工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。ここ町の人の大切な働き口なんだって。すげえな。ついたよ。ここペゴラ展望公園っていうの。
ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。うん、喜んでくれて嬉しい。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもなタルコット。